カバラは、アメリカ海軍の原子力潜水艦、スタージョン旧原子力潜水艦の35番艦。艦名は、ケープコットからラプラタ川にかけての南北、アメリカ東部海岸沖合の海域に生息するアジカサバカなどの艦水魚にちなむ。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦33番艦以来二隻目。カバラの建造は1968年7月24日に、 コネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注される。1970年6月4日に寄港し、1972年2月19日にプライス夫人が命名、浸水し、1973年2月9日に艦長ブルース・デマーズ中佐の指揮下収益した。1980年中頃にカバラは新たな母校の真珠湾に向かう。 太平洋艦隊潜水司令部指揮下の第一潜水船隊に所属し、カバラの活動範囲は大西洋、太平洋、インド洋、北極海と地球全体に及んだ。カバラは姉妹艦と比べる多くの点でユニークであった。1983年にドライデッキシェルターが装着され同装備を運用する初の艦となった。ドライデッキシェルターは 艦の後部に取り付けられ、特殊部隊の水中活動が可能となった。1995年には、民間科学調査のため北極海へ向かった。1996年には、海上自衛隊と共同で、深海級難艇の運用試験を行っている。カバラは1998年3月30日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで、 原子力艦再利用プログラムの下に解体が始まり、2000年11月17日に作業は完了した。ありがとうございます。